しゃい。ちょっと聞いていきたいと思います。多分ね、今年の夏はもう至る所で祭りがね本番ということで、もう、まあ、例えば博多と山のぼせの人たちなんかはもう血がね湧いて湧いてしょうがないと思いますが生キクラゲで飲みたい。群馬泉の超特選純米、こちら紹介したいと思います。まあいぶし銀名作ですね、群馬泉の、まあ、山灰純米の中のフラッグシップというかに位置するものですが、熟成期間もその長すぎず若すぎずという感じでずっと飲み続けられるような程よい熟成感、冷酒っていうよりもやっぱり常温がいいけど、まあ冷酒でも常温でも缶ぬる缶でも熱缶でもどんな温度帯でもいけるというね、食中クラシカル純米酒の決定版といった感じなんですが、まあ、今日その生キクラゲで飲みたいっていうことですけど、まあ、生キクラゲこう九州の人だと思うけど、まあ、有明海とかでね取ったりして、まあ、要はポン酢で食べるんですけど、そのポン酢で食べるものって結構居酒屋さんとか多いじゃないですか。小料理屋さんとか、まあ、割烹とかでもね、割烹が多いかな、やっぱりそのお浸しみたいなものから、ね、白身魚からね揚げ物から、まあ、結構ポン酢って続きますし、まあ、例えば鍋とかね、九州だと水炊きだったり、まあ、関西だったらてっちりだったりね、やっぱ鍋にこうポン酢ってつきものなんですが、ポン酢がもうそのそれ単体で料理とは美味しいけど、やっぱ酒を合わすのは結構難しくて、まず酸が強いで日本酒は酸が低い、だからポン酢で食べてるこう使った料理をに対してお酒合わせると、まず酸でこう腰を折られで、まあ鰹節だったりね、まあ、例えば市販されてるやつだったら、まあ旨味調味料だったりでこう旨味も濃い、でそこで今現代 の, そのモダンな酒、旨味をこう削ってってる、モダンな酒だと旨味も削がれてっていう、そので、強いこう甘みとね塩味で酒自体の存在をこう吹っ飛ばすぐらいやっぱりポン酢の味って強いので、酒に合わすのって結構難しいけど、やっぱりこういうクラシック純米の底力そういうところにあるんですね。もうこれだとずっと水炊きみたいにその同じポン酢で食べてる料理でも常にこうリセットしてくれるんで、もう料理自体も一口一口が美味しくなりますし、お酒自体もずっと楽しめると。フグ屋さんとフグ屋さんのポン酢に何が合うかっていうのを酒をずらーっと並べて、そのポン酢にちょっとそのフグ刺しこうつけながらずっと食べながら飲んでた時に、そういえばこれが一番だったんですよ。いろんなまあ純米酒の中で、まあ、特にまあそこのポン酢、そこのお店のポン酢とっていうこともありますけど、まあ、そのぐらいやっぱ酸と旨味がねしっかりこうコシがあるものを負けずにね合わせていきますんで、例えば日とかね、ほんとクリアで繊細な酒にはね、もうポン酢合わせた瞬間にもう酒の味もガタッと壊れちゃうんで、結局やっぱ日ってその出汁と塩とそれに柑橘絞るぐらいのあっさりした綺麗な料理にやっぱ合わせたいなって感じですし、例えばまあアラマサだったりウブスナだったり甘酸っぱさはあるけど旨味成分が少ないで、やっぱポン酢の旨味成分と合わせるとちょっと酒がバラバラになっちゃうんで、まあウブスナだったりアラマサにこう酸味を合わせる時もまあ醤油がない方が塩味と柑橘でいった方が合いますんで、ですのでまあ醤油を使ったねポン酢のような酸味のあるこう食事と合わせる時にはまあクラシックなお酒と合わせて、醤油を使わず柑橘や例えば果物のようなね酸味を使ったお料理を合わせるときにはモダンのお酒というふうに覚えていただけると、まあ、分かりやすいかなと。で前もねお伝えしたと思うんですけど、白飯に合うものはクラシックの方がスムーズに合いやすいんですね。で白飯に合いにくいものは、モダンに合いやすいと。こう刺身ポン酢で食べてね、まあ、白飯まだスムーズにいきますけど、例えばカルパッチョと白飯いけないみたいな、どんなに柑橘が効いててもというふうに覚えていただければ、ポン酢を使ったお料理、要は生キクラゲ発信でしたけども、まあてっちりでもね、あの水炊きでもこういう群馬泉の超特選のようなクラシック純米酒と合わせてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。